カトリック・神田教会。カトリック・神田教会は、東京都千代田区にあるカトリックの教会。カトリック東京大司教区に所属する小教区の教会で、教会同盟は、セイフランシスコ・ザビエルである。カトリック・築地教会と同じく、東京において、キリシタン近郊の解禁後に比較的早い段階から、日本人のために開かれていた教会で、現在の聖堂は、 カトリック、神田教会聖堂の名称で、国の登録有文化財に登録されている。なお、日本聖教会にもかつて、神田教会の名を持つ教会があったが、1974年、昭和49年に、東京復活大聖堂教会、ニコライ堂に、組織的に統合されたため、現在では存在しない。1872年、明治5年4月3日、 マレー半島沖のペナン神学校より、明治初頭のキリシタン博街から逃れ、ペナンに渡り、ラテン語を勉強していた、日本人新学生8名が、パリ外国宣教会の神学校教授であった司祭の、フランソワ・ペール・ビグルーに引率され、横浜に帰国した。新学生のため、横浜に神学校が設立されると、東京方面からも入学を希望する者が多くなった。 そこで、同年4月、フランス講師ベルトミーの終戦により、現在の千代田区三番町にあった旧旗元、亀雄之助の家屋敷を借り受け、神学校を新設した。当時は、キリスト教が禁止されていたため、表向きは、英語、フランス語、ドイツ語のほか、ラテン語を教える外国語学校とした。1874年、明治7年1月、 増え続ける入学志願者を収容しきれなくなったため、再び、ベルトミーに終戦を依頼し、神田区猿学長6、7、8番地、現在の千代田区に仕官第1丁目の土地を購入し、移転し、この学校の大広間に、セフランシスコザビエルを保護聖人とする聖堂が設置された。この大規模な、神学校の運営費用は莫大であり、長くは続かなかった。 1874年、明治7年7月に赤痢が流行し、翌8月には台風による被害も受けた長崎県諸地方の救援活動が続いたり、同年12月30日には横浜市教官の火事で印刷口上げが累上し、多大の損害を被ったりしたため、当時の日本大牧菊市教のベルナール・クティジャンのもとにあった資金も底をついてしまった。また1875年、 明治8年10月には、長崎に公共神学校の校舎が完成し、多数を占めていた長崎出身の新学生が、故郷に帰っていった。さらに1877年、明治10年7月頃、この学校から、ペナン大宮学校へ10名の新学生が、留学したが、間もなく待遇改善を要求する騒動を起こした。この騒動は、同年月頃に収束したが、 これを契機に、カトリックに反感を抱く、新学生も増えていった。1878年、明治11年10月、換算とした学校はついに閉鎖され、聖堂は、教会として独立し、司祭のアルフレッド・ペティエが、主任司祭、ユルバン・フォーリーが助任司祭に就任した。1880年、明治13年頃、神田教会には何かの問題が起こったようで、 教会活動が一時停止していた時期がある。外国語学校時代の新学生の中には、後に仏僧となり、野草大寺の演説を行った者いたことから、宣教師と一部信徒の間で何か事件が発生したと考えられている。しかし1882年、明治15年には、シャルトル聖パウロ修道女会が、神田教会の敷地内に、コ寺院や小学校、 現在の白百学園中学校、高等学校を建て活動したり、1883年、明治16年に、伝道師の元宿堅牢が着任すると、教会は再び勢いを取り戻した。1891年、明治24年10月28日の農美地震により、若干被災した、神田教会の古い建物は、1894年、 明治27年6月20日の明治、東京地震によって、著しく歪み、修繕を余儀なくされた。1888年、明治21年4月より、主任主催のジャック・エドモンド・パピノは、1896年、明治29年1月、自ら設計した地震や火災に強いゴシック式の新制度を建設に着手し、同年10月28日完成した。だが、 1913年、大正2年2月20日、神田岬町の旧西軍大学植民館から出火。神田教会、普通英和学校、シャルトルイパウロ修道除海修道院ほか、近隣2100個が離災してしまう。同年6月22日に仮制堂が建てられ、1915年、大正4年3月14日、主任司祭のジャンマリー・シェレル設計によるレンガ作りの、 新聖堂が落成する。だが、1923年、大正12年9月1日の関東大震災により再び全開、消失する。震災後、道路拡張や区画整理等の問題で再建が遅れたが、1928年、昭和2年12月9日、現在の聖堂が完成した。この聖堂は、戦災も免れ、1953年、 昭和28年から1964年、昭和39年の間、関口教会の新制度を、東京カテドラル聖マリア大聖堂が完成するまで、仮司教座聖堂、プロカドラルとして機能し、2002年、平成14年2月には、国の登録有形文化財に登録された。文化庁には、次の通りに登録されている。 水道橋南方に位置し外路の角地に立つ。バシリカ形式の三道式聖堂で、半円アーチを基調とした、開口部、ロンガルド台風の軒蛇腹、四葉をモチーフとした、銅蛇腹が外観を飾り、半円アーチのボールと天井と、玄関脇に集会所を設ける平面を特徴とする。設計品でいる。設計者は、上智大学一号館や栃木県宇都宮市の松が、 ミネ協会を設計したスイス人建築家マックス・ヒンデルと考えられている。宮内初太郎が施行を行い、建築費は30万円。1928年昭和3年12月9日、無限在の聖母の祝日の翌日にあたる手術に剣道式が行われた。聖堂は外観はロマネスク様式、内部は ルネサンス様式という二つの建築様式を融合した建築物である。聖堂内部は円柱を並べ半円ボールと天井をかけて深い奥行きを持たせている。震災復興期に設計されたため耐震性を考慮して鉄筋コンクリート作りとされた。後に二階部分パイプオルガン設置が増築され、現在の規模は延べ床面積701メートルとなった。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。